7レースのスタートが切られました。内寄りは1番の森がタイミング踏ん張っていきました。まずは1マーク、2番のベップ差しハンドル、3番星がまくって、4番水がまくり出してバックへ抜けていくゴールです。先頭1番の森、逃げてトップで五輪、3番の星五輪、5番の尾上五輪です。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。